私の名前はマコ。結婚を目前に控えている OL だ。はぁ、不安だな。お父さんお母さんと私、仲良くできるかな。大丈夫だって。マコのことは体のことも含めて全部伝えてあるしさ。お互い妊娠が望めない体質同士、気楽でよかったねって言ってくれてたよ。本当？ならいいんだけど。私はブライダルチェックで子供ができにくい体だと判明し、それが原因で過去に結婚を約束した男性と破局を経験している。孫が見られないのは残念だけど、ヒロシは本当にいい人を見つけたわね。ほらほら母さん、マコさんはヒロシと同じで一度それが原因で破局しているらしいじゃないか。不遂なことは言わずに二人を祝福しよう。ありがとうございます。夫のヒロシも同じく、ブライダルチェックで不妊が発覚して別れた過去を持つ。同じ悩みを持つ者同士で意気投合しての結婚だった。お父さんお母さんがいい人たちで本当に良かった。な、取り越し苦労だったろ。うん、次はいよいよヒロシがうちの家族とご対面か。うん、今度は俺が緊張する番だな。大丈夫大丈夫。親とは別に、ちょっとチャランポランな妹がいるけど、それだけだから。でも、この妹がクセモノだったのだ。へえ、この人がお姉ちゃんの婚約者？結構かっこいいじゃん。え、どうもありがとうございます。こら、ミコ、ヒロシさんが困ってるだろ。すいませんね、ヒロシさん。この子ったら本当に昔から自由奔放で。妹のミコは本来なら大学を卒業して、就職しているはずの22歳。単位が足りずに大学を中退し、以降フリーターのまま、夜な夜な遊び歩いている根っからの遊び人だ。ミコ、あんたもいい加減まともな仕事についていい人見つけてよ。そうだぞ、ミコ。マコには悪いが、孫はミコに期待するしかないんだからな。はいはい。ああ、私の周りにもヒロシさんみたいな人がいてくれればな。え？いや、気に入ってもらえて嬉しいな。もう、私がいるんだからデレデレしないでよ。この時はまだ、ちょっとした冗談だと思っていたのに。数ヶ月後、私は妹と両親からとんでもない言葉を告げられる。すまない、マコ。ヒロシさんと別れてくれないか？は？ごめんね、お姉ちゃん。私、ヒロシさんの子供を授かっちゃったの。ちょっと待って、どういうこと？ごめんね。でも、せっかく授かった命だから産ませてあげたいのよ。ちょっとヒロシ、なんでミコに手を出したのよ。ヒロシさんは悪くないの。私が誘ったのが悪かったの。ごめん。どうせ妊娠しないと思って、独身のうちにハメを外してみたらって言われて、つい。信じられない。こんなことしでかして、あなたのお父さんお母さんにはなんて言う気なの？ごめん。でも、せっかく子供を授かったんだ。堂々と開き直り、悲劇のヒロインぶる妹に、言い訳と謝罪の言葉だけを延々繰り返す婚約者。私の味方はどこにもいなかった。そして、義理の両親さえも私の敵に回った。マコさん、君には本当に申し訳ないことをしたと思っている。でも、ミコさんのお腹の子は、私たちがもうすっかり諦めきっていた唯一の希望なのよ。ごめん、マコ。父さん母さんもこう言ってるんだ。いい加減分かってくれないか？そんな、なんで？なんで悪いことをしてない私だけがこんなに責められなきゃいけないの？結局、両家の顔合わせも結婚式の準備も全部、私が混乱している間に、すべてが妹にとって変わられた形で着々と進んでいった。お姉ちゃんのプランだとお色直し一回だけだったの？せっかくだからもっといろんなドレスが着たいな。うんうん。一生の晴れ舞台なんだから、ケチケチせずに盛大にやりなさい。お腹が目立ちにくいドレスの中で、可愛いのが見つかるといいわね。何これ、なんで私だけのけもので置いてけぼりなの？いやー、本当にごめんね、お姉ちゃん。ミコ。でも、仕方ないよね。この子が生まれてくるのをみんな楽しみに待ってて、祝福してくれてるんだもん。不妊症のお姉ちゃんより、子供が産める私の方がいいって、みんなが言ってるんだから、私はもう悪くないよね。いい加減にしてよ。なんでわざわざそんな風にお家までしてくるの？私が何をしたって言うのよ。は、お姉ちゃんのこと、昔から大嫌いだったんだよね。いつも真面目ぶっちゃってさ、お姉ちゃんと比べられるせいで、私がどれだけ怒られたり馬鹿にされたと思ってるの？だからって、こんなことが許されるわけないじゃない。残念でした。許されるんだよ。なんなら試してあげようか。試すって、何をする気？こうするの。キャー！お姉ちゃんやめて！ミコ、どうした？お姉ちゃんが、急に私に掴みかかってお腹を蹴ろうとして。なんだと？マコ、もう済んだ話でしょ？生まれてくる命に罪はないのよ。そんな、完全に私を敵対視する家族と元婚約者たちを見て、私は完全に心が冷め切っていくのを感じた。わかった。二人の結婚を認めて私は身を引きます。祝福もしてあげる。よかった。私の赤ちゃん、お姉ちゃんもあなたが生まれてくるのが楽しみだって。マコ、ようやくわかってくれたか。でも、条件があります。もしかしてあなた、実の妹に慰謝料を請求する気？いいよ。慰謝料も請求しない。ただしそれは、絶対に二人が席を入れて一生添い遂げるなら、もし二人がすぐに破局するなら、遊びで私の人生を壊したってことだし、慰謝料は逆に倍もらうことにする。そういう契約でどう？それは。何？自信ないの？そういうわけじゃ。
いいじゃんそれ。私とひろしさんが別れなきゃいいだけで慰謝料チャラなんでしょ。お姉ちゃん優しい。オーケーってことでいいのね。それならちゃんと正式に書類作るからサインしてね。うんうん、やったねひろしさん。これで私たちを邪魔するものは何もないよ。まこ、ミコのためにありがとうな。うんうん、いいの。生まれてくる子供に罪はないしね。そして宣言した通りの内容の書類の用意ができた。じゃあこれ、この通り万が一離婚したら慰謝料倍額だからね。しつこいなお姉ちゃん。そんなに私たちに破局してほしいの？残念でした。私もひろしさんもラブラブでみんなにいっぱい祝福されて幸せに暮らすから。ごめんなマコ。ほらサインもした。これで俺たちを祝福してくれるんだよな。うん、これでバッチリバッチリ復讐の用意は整った。あとは爆弾を投下するだけ。ねえひろし、ブライダルチェックの結果ちゃんと覚えてる？なんだよ突然。私は覚えてるよ。ブライダルチェックの結果、私は子供ができにくい体だったけど、ヒロシは子供ができない体だったよね。ミコの子供って本当にヒロシの子なの？冷静になって考えてみれば、元婚約者も両親たちもバカばかりだ。やっぱりみんな忘れてたんだね。子供ができたって話ですっかり舞い上がっちゃってたもんね。そんな、嘘だろ？だってミコは確かに俺の子だって。根っからの遊び人の言葉を何で真に受けたの？そもそも姉の婚約者を誘惑するようなアホ女なのに。待って、この子は本当にヒロシさんの子なの。この子は神様が授けてくれた奇跡なのよ。心配なら遺伝子検査すれば。本当に奇跡が起きてたのなら私の負け。他人の子供だったら別れて慰謝料倍額か、他人の子だと知った上での新婚生活スタート。私はどう転んでも構わないよ。どの道も下ろせる時期は過ぎちゃったしね。爆弾投下の効果は適面だった。幸せムードから一転、疑心暗鬼でギスギスし始める両親や義理の両親たち。ヒロシ、お腹の子は本当にお前の子なんだよな。ちゃんと確認したのよね。大丈夫なんでしょうね。生まれてきたら検査をする。それまで待ってくれ。ヒロシ君、まさかうちの娘を疑うのか？ミコ、嘘よね。あなたは本当にヒロシさんの子を身ごもってるのよね。待って、なんで私を疑うの？この子は本当にあなたの子なの。自信を持って俺の子って言えるなら検査だってできるだろ。そんな一触即発なムードで迎えた出産。そしてその直後の遺伝子検査、結果はもちろん黒だった。そんな、よくも俺を騙したな。違うの、これは何かの間違いで。ミコ、お前はなんてことをしてくれたんだ。あー、お取り込み中すいません。ヒロシ、ミコ、これなんだか覚えてる？それは、うん、あの時の契約書。どうするの？別れる？別れるなら約束通り、婚約中の不貞行為に婚約破棄もろもろの慰謝料、相場の倍額請求させてもらうから。うっ、ちょっとマコ、今ミコが大変な時期に血も涙もないことを言わないで。へえ、まだそいつをかばうんだ。お前、実の親に向かってその口の聞き方は何だ？いやいや、あんなことされて味方になってくれない人なんて親じゃないでしょう。な、どうせミコが払えない分の慰謝料はお父さんお母さんが出すんでしょ。厳しい老後になるだろうけど、お幸せに頑張ってね。私は縁を切らせてもらうから。結局破局を選択した二人にきっちり慰謝料を支払わせ、私は実家と縁を切って一人で生活を始めた。それから数年、素敵な出会いに恵まれ、不妊治療の結果子宝まで授かり、私は幸せに暮らしている。おい、この年賀状どういうことだよ。なんでお前に子供が？何度も言わせないで。私はあなたと違って子供ができにくいだけだったの。そういうわけで、もう二度と復縁したいなんて送ってこないで。はいはい、お待たせ。そろそろおやつの時間かな。妹は妹で相変わらず親に寄生中。お金はすっからかんで貧乏暮らしらしいけど、待望の孫のためにせいぜい頑張ってほしいものだ。パーティードレス、お呼ばれドレス、高見えワンピを買うならレースレディース。レンタルより安い新品ドレスが3000円から。詳細は概要欄から。